れ様です。おはようございます。おはようございます。もうちょっとやだってカメラ回されながら入るの。え、何やってたよ。体重だけは今は無理かも。私は無理、今無理だし、私多分ずっと無理かもしれない今後。もうダイエットの予定がない。もう良くない。ちょっと今だってさ、すごい美味しそうなさラーメン見てたんだから、ツイッターで。何それ、お肉乗ったラーメン見てたんだから。もうめっちゃ美味しそうなんだから。今日は抜き打ちなんですけれども、Amazon 購入履歴をチェックします。つまんないって。結構リアルかもしれない。はずいって。なんか変な、ないけど変なものは。多分生活のいろいろがわかるよねこれ。結構皆さん結構 Amazon で買います？めっちゃ買います。簡単なんだもん、もう2秒くらいで確定できるから。本当に秒で終わっちゃう。2023キャンキャン。ああまあね、キャンキャンのお仕事してますからね。電池。これ何だろう。炭酸電池って。あの、はい、ホットビューラーのための電池。ああ。いいね。実用的なものがやっぱ犬のおもちゃ10個セット。10個セットで買うんだ。ねえ、うんちゃん10個もいきなりおもちゃ来たらさ、もう楽しくなっちゃうじゃん。なんかみゆさんもこうまとめてだって大人買いするイメージあるな。しがち。確かに。うん、でも。確かにシャンプーとか柔軟剤とかの大容量まとめて買ってる。本当だ、めっちゃ大容量だ。ちなみに何を使ってるんですか？これはラックス。適当。ラックスをリンス。あ、でもラックスはこれ、この匂いがめっちゃいい、この赤いやつのパッケージ。ラックスって何？柔軟剤？シャンプー。シャンプーかとコンディショナー。うん、柔軟剤はこれバスタオル用に、これ、うん、レガンハピネスのこのザクロのなんか香りがめっちゃ良くて、うん、ザクロの香り。そう、あの乾燥機用の柔軟剤はこれ。でその1ヶ月前もうラックス多分シャンプーとコンディショナーめっちゃラックス愛用して。あ、なくなったんだね、この時期にね、多分ね。これはあのさ、海外旅行行くとバッグに入れててもなんかスキャンされるの、あのカードクレカとか。え、怖っ。どういうこと？え、なんか普通にこういうバッグ入れててもスキャンできるの？通り過ぎたらできるみたいな。え、そう、なんか機械とかなんか犯罪の人ってそういうのでできるらしくて。怖っ。でその電気でやるからそれを防ぐ、なんていうの、こういうバリアしてくれるんですか？時期の、そう帽子のなんかやつを海外旅行行くときはクレカとかをこれに入れてるんですよ。知らなかった。だけど盗まれたんだ。え、そう。聞いてよ。心配して普通にホテルに置いてって普通に盗まれてんの。だってさ、まずカード開けてたんでしょ。その以前の問題もう意味ない。一番ガバガバじゃん、そこしっかりしてーなー。本当言って怖いね、スキャンされないようにって言ってこれ買ってみんなに配ったの。これ使えばとか言って一番取られてる。そう、でも皆さん、あのスキミングだ、スキミングされるから、うん、それの、初めて知った。こういうのをね、海外でちょっと使うといいです。これあれじゃない？あ、私のおすすめの、撮影中に買ったやつ。めっちゃ前。え、しかもこの2月14日私がおすすめした本も買ってる。買ってる。これ誰か読み終わった人いないの？まだ。まだ途中。ねえ。ごめん。めっちゃ遅いんだ。4月だよ。本読み慣れてないからさ、やっぱさ。オッケー進められないんだよね。よくない？あの現実的に考えられるよね、今の年になってやっぱり、読んどくできたなって思う。この年でね、そう、溶けない氷、溶けない氷か。そう、知ってる？それ凍らせたでしょ。なんか今冷蔵庫の氷作るところが壊れたらしくて、でママからなんか言われたから、パパにアマゾンで送った。いいじゃん。いい娘だ。いいじゃん。いいね。そういうの便利だよね。結局この辺はもうあれね、海外旅行用でトラベルセット、あのシャンプーとか入れるやつ。これ折りたたみのケトル。便利。海外行くときこれ持ってくんだけど、なんか高いホテルだったらあるけど、うん、なんかさ安いさところとかコテージじゃなくて、エアビとかだとなかったりするし汚かったりするし、それ使って分かんないっていうときにこの折りたためるからめっちゃいいね。これでお湯、こうやってお湯を、いくら？え、2000円とかで売ってるよ。あ、1600円で売ってる。これキャンプとかにもいいよ。うるちゃんのおもちゃ入れでっかい、かわいい。10個セット買ってるから、ね、確かにね、入れるよっていう。でこれかわいくて、
で、いいね、すっごい大きいの、うん、だから、うーちゃんこれ頭をこうやって突っ込まないと取れないから、入ってるよ、取るために、取るためにもうお尻しか出てないよ。かわいい、その絵を見たい、それ見たい。だからお尻だけ出てるか、完全に中に入ってる状態でおもちゃあさってる。実家に送ってるんですか？実家送ってる。ああ、なるほどね。そっかそっか。でもあんまり頼んでないかも、言うて私。確かに、もう2023でこんだけだから。めっちゃ少ない。ね、だから。持ってんじゃん、ペン。私も同じのだ、多分。だって筆ペン買うのみんな。今持ってんの？これいつ何年？2022年か。22年、12月21日。結婚式とかのあれかな。すっごい上手な子がいて、何がいいと思うって聞いたら、これがいいですって言うから、これ買った。多分結婚式とか、お手紙とか、そういうちゃんとしなきゃいけない時にね。そう、なんか誕生日カードとかもあるので。あとはもうなんかあれよ、ちりとりとか、この使い捨てスリッパとか。あ、これめっちゃ便利だよ。海外旅行とか。使い捨てスリッパ買ったことないよ、私。あのホテルに置いてある。ね、私もなんかホテルからも、なんか余ったやつ持ってきたりとかしてるやつ。今さ、あれないんだよね、あの飛行機でスリッパは置いてないの？そう、JALとかももう置いてないから、自分で持っていかなきゃいけないから、そういうのを買って、それは確かに必要だわ。もう海外旅行だよね、また本当だ、レンタルとか出てきちゃう。めっちゃ日用品じゃん。なんで1個だけ買ったの？どうしても食べなかったんだね。違うの、多分辛いから無理なのよ、私。試してみようみたいな。試してみたいんだけど、4個も5個もいらないって言って、うん、絶対高いじゃん、1個のが。なのに、謎に1個買った。本当の。しかもさ、私の誕生日に買ってる。本当だ、11月11日。ねー、かわいい。なんで、かわいいんだ。かわいい。誕生日に1個買ったんだ。買ったんだ、エビフライ。エビフライ、ロリちゃんのおもちゃ。かわいい。エビ天。エビ天。犬用とか。でも、本当、犬ばっかりで。マジで日用品ばっかり、私。ウルちゃん用のアマゾン持ってる。これいいよ。洗顔後とか、うん、タオル菌がすごいっていうから、うん、ああ私も使ってるそういうの。そう、クレンジングタオル。え、どういうこと？それでやると、ティッシュよりもっとさ、頑丈なやつ。そう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 、クレンジングタオル使い捨ての。そう、こういう日用品ばっかり。でもなんかめっちゃリアルだわ、一人鍋。リアル。へぇ、一人暮らしのバレるって。ダメだ、バレちゃう。一人暮らしのバレる。トイレットペーパーとかマジでつまんないと思う。でもなんか恥ずかしくない？なんかさ、自分のほんと私生活をささらけ出してるみたいじゃない？本当だよね。なんてみかんが、なんかものすごい量のみかん買ってる。ママに送った。すっごい量のみかん買ってるんだけど。何？しかも美味しいやつ。夢の恵み。美味しそう。ママが食べたいっていうから。美味しいんだ。そんな感じです。へぇ、あんなくないこれ。いや、面白い。面白い。本当？しかも本当になんか欲しくなるものもあったし。確かに。スキミングは絶対に気をつけたいよね。スキミングの前に気をつけたって話なんだよ。スキミング必要ないぐらい。もうガバガバだよ。見取られた。そう。見に行きましょうか。お揃い、本日到着予定。筆ペン。なんで筆ペン？だってあれ流行ってるの、筆ペン。違う。何かの仕事で筆ペンを使って、うん、楽しいと思って、うん、なんかもっといろいろ書きたいって思って、で、夜中に購入しました。でもさ、アマゾンって夜中に買い口じゃない？あー、そうだね。しかも本当になんか注文確定までさ、1分もかかんないじゃん。ね、そのまますぐ購入できるし、だからちょっと今日届くのでいろいろ書いて、お疲れ様でしたとかね。あ、いいじゃんいいじゃん、その書きたくて、手書きのメッセージ購入しました。お、あとコンタクト洗浄液、これも定期便にしたウォシュロムのリニューセンスシティブ、3個入りだって。よく見るやつ。3個入り。なんかさ、私いつもさ、コンタクト洗浄液切らしてどうしようどうしようってなる人生を送ってるの、うんうんうん、だからワンデーじゃないんだ、2ウィークなの。あ、2ウィークなんだ。そう、だから今回はこれで定期便にもうしちゃいました。うんうんうん。あ、これ本ね、言語の本質って本なんだけど、うん、なんかツイッターで回ってきたの、うん、この本がめちゃくちゃ面白いみたいな、それを見て買ったの、うん、人間ってさ、言葉を喋るでしょ、うん、その言語ってどっから来たのとか、すごい手伝いですね。オノマトペってあるじゃん、うん、ワクワクとかドキドキとか、うん、そういうオノマトペが言語をこう生まれるにあたってすごく重要な存在に値するのではないかっていう研究がいろいろこの本の中で語られてるんだけど、うん、難しい。でもベストセラーだよ、アマゾンで1位。まだみおちゃん赤ちゃんの読み終えてないよ。
そう、私今ね3つ読んでて、ね、あまりまくってるじゃん。いやでも興味があるの、そうそうそう、面白そうだね。あとこれはリポシー、リポカプセル、これみんないいって言ってたからさ。まずいんでしょ。え、まずい、やっぱまずい。田中みな実さんが飲んでるやつだよね。飲んでる飲んでる。何がどんな味なの。もう言い表せない、飲んだ瞬間ってなる味してた、体にこう飲み込む成分じゃない味がする、酸っぱいとかでもなくて、酸っぱくもないの、こうなんかってなる味。気になってたけどちょっと体のためだけど、これはホリエッティさんにおすすめしてもらった本で、自分の人生が愛おしくてたまらなくなる100の質問ノート。ええー、面白そう。これはユリナさんがおすすめしてたメイクボックスをジパニーって言って、うん、ジパニジパニ、その場でユリナさんが載せてた URL から購入した。そうそうそう。めっちゃいい、マジでいい、便利。これはなんか資料とか本をこう出てちょっとぐちゃぐちゃすぎたって買いました。なるほど、ね、なんか気づいた時に買ってんだなって感じなんかうわ汚いな顔みたいなね。みんな日用品じゃない、買うね。でこれなんかデニムとかがもう溢れ返ってきちゃったから入れるやつ、うんうんうん、買った。やだ、私あれいいよ、思い出した、うん、山崎実。あ、山崎、いやそこのめっちゃいいよね。ここのめっちゃ面白いよ、見るの大好き。収納山崎ってところ、山崎実業、しかもおしゃれなのよ。なんかちょっといい収納用品とか売ってんだよね。そう、え、なるほどね。はい、続いて、あ、これは TikTok でマイク使うさ、こういう、あーやってたわ、なんとかでのやつを買ったの。それ、あ、Amazon で買ったんだ。Amazon で買ったの。カワチーのやつ、カワチーのやつ。でも1個買ったやつが不良品が1個届いちゃって、もう1回同じの買った。え、返品したかったろ。返品したんだ、普通の聞いてほしくて、返品手続きまでしたのに、うん、持ってくのめんどくさくて。ねえ、それはもう期限過ぎちゃった、ダメだわ。もうほんとどうしよう、めんどくさがりなの。あ、ねえ、なんだ、追い越す、追い越すの24個入りを購入しました。手を食べてきたよ。なんかプレーン、これプレーン食べたことないかも。プレーンに蜂蜜かけたら美味しい。うんうん、コストコでいつも買うんだけど、うん、なかなかコスト行くタイミングなくて、うん、今回はアマゾンさんに。あと韓国語出た、私さ、やってる、聞いて聞いて。お母さんが ENHYPEN の大ファンで、あ、そっかそっか、うん、で私もちょっとやっぱそういう情報を見るから、うんうんうん、あ、韓国語話したいと思って買ったんだけど全然やってない。ダメじゃん、全然やってないけど、一時ちょっとだけハングル読めた。あ、嘘、すごい、ハングルやっぱ ね、簡単っていうもんね、すぐ読めるっていうもんね。で見て、これさ2022年のね購入履歴で同じ本をね2回頼んでんの。ほんとだ。その時は彼によろしくっていう本なんだけど、これ読んでたらサブローにビリンビリにされて、もう一冊購入したの。なるほどね、ショッキング。あ、でも一時期酢酸菌めっちゃ買ってる。何酢酸菌って。飲み続けると乳酸菌だから、なんか腸内環境が整っていいって言われて飲んでみた時あった。毎日あんまり揺らがなかった、これ飲んでる時。あ、そうなんだ。くらいかな。ゆりなちゃんの面白そう。めちゃくちゃ Amazon を私は使うので、うん、最新はこれですね、今つけてるこの iPhone ケース。iPhone ケースにしたんだ。もうそれが一番なんやかんや良くて、あとハッチっていうこの日焼け止めミストが、アリちゃんさんがあの化粧直しの時めっちゃ、え、もう取り扱ってない。ほんとな、紹介したから。ぶな、危な。で、まあちょっとそれでいいでしょ。よっちゃいかは美味しいよね。初めてね、食べたの人生で、この前。そう、逆に今まで食べる機会なかったの。よっちゃいかって、私タラタラしてんじゃねえよ派だったの。そうで、めっちゃ美味しくて、めっちゃ美味しいよね。 15g 20袋まとめ買いしましたね。めっちゃ買うやばい。大人買いだね。これはいいですよ。だってそれでも989なんだよ。いや、確かになんか大人だからさ、できる買い方じゃない、うん、あとはあとこの3秒で折りたためる日傘。へー、私さ、綺麗に畳めないじゃん。みおちゃんに畳んでもらったりとかしてたじゃん。だけど、これ、なんかあの、傘の部分、あ、持ってきたんだけどさ、傘の部分が、硬いのよ。これ私が畳んだってびっくりするよ。ほら。え、本当だー。本当だもおかしいし。すごい、いつもさ、もわーっとしてる。そう、なんかぐちゃぐちゃすぎてやるよって感じだった。そう、だから気になっちゃうもんね。これ、なんかね、硬いの、ここの、ここが。あ、ちゃんとそうだ。だから、何もしなくても、そのまますーって、できるから、これめっちゃ良くて、ね、あのヒルナンデスで紹介してたからその場でポチりました。で、あとちょっとお店で飲んで美味しかった白ワインをそのまま買いました。スリーシーブスシャルドネカルフォルニア辛口2000円のワイン。へー、これはね、美味しかったですよ。めっちゃ買うね。
めっちゃ買う。結構1日1アマゾンあるかも。これは日焼け止め、あのゴルフの時の髪の毛に日焼け止め抜いたりするやつのやつで、あとこの辺はリップモンスターをね、限定色5AM と地底探索っていう色を買いました。このなんかシャンプーがなんかツイッターで値段の割にいいみたいな、セラティスの、これは春の限定の桜ってやつを、シャンプーとさトリートメントとヘアパック付きで5200円なの。安いね。そうセットだもん、ね、そうそう、なんか美容院とかで買うとさ、そうなんか1本4000、5000するじゃん。そうで意外と使ってみたら意外と良くて、そうだから今それ使ってるんですけど、シャンプー難民の方おすすめです。あとねこれ最近買ってまだ1回も使ってないんだけど、コスデコのトリートメント、トリートメント出てる、そうコンディショナーみたいな洗い流すやつなんだけど、田中みな実さんがめっちゃいいって言っててバズってて買いました。めっちゃくちゃお米頼んでんだよね。なんかうちに今炊飯器がなくて、だから炊飯器もち麦ご飯 150g のセット24個お願いしました。ちょっともち麦にしてね。大好き。美味しい。好き。美味しいよね。いつも玄米が私。玄米も好き。ね。そう。でもこれは安かったからね、これにした。あとこのパックがなんかももちさんが毎日メイクかなんかの時に、そうこれをねメイク前にやってて、あピンクもう売り切れてる。トナーパッドなんだけど、これ良いって言ってたから買ってみて、まあ、あとは肩に。ハンガーと、あとこれはなんかね父親に頼まれて買ったパター何それ練習用？いやなんか普通にパターなんだけど、こことここに線があるからここを合わせて打つとまっすぐ打てるみたい なんかそういうやつらしくて、これはね、そうそうそう買いましたね。これ知ってる？お味噌汁作るときにさ、味噌のやつ？知ってる。こっちのちっちゃい方が大さじ1杯で、大きい方が大さじ2杯のあれなんだけど、味噌のあのパックに突っ込んでくるくるくるってやったら丸の味噌が取れて、それでもうちょうどなの味噌味付け。しかもこれを入れてそのまま、そうそのまま溶ける、そう溶けるからめっちゃ。めっちゃ便利。味噌汁大好きだからさ。そうそうそう、できるの。まあこんな感じかな。ということで今日はなんだかアマゾンの抜き打ち購入品履歴チェックがありましたが、もう本当に、カメラを撮影しながら突然楽屋に来るのはやめてください。あの一瞬で空気がみんな止まって体重ってなるから。ただすごく人気なんですよね。いやでもね本当に嬉しいよね、抜き打ちって入ってるとやっぱ私も見たいし、他の方の、ね、まあでもこれも楽しんでいただけたら嬉しいなと思います。また何か他の抜き打ちやりましょう、体重以外で。抜き打ちのリクエスト欲しい。何の抜き打ち、何の抜き打ちがいいか、なんか、うん、なんだろうね、バッグ抜き打ちあるのかな、まあ、皆さんね、ちょっとそんな感じでございました、はい。この動画がいいなと思ってくださったらグッドボタンとコメントとチャンネル登録お願いします。ではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。バイバイ。